そうなんやね。じゃあ大学の友達と遊んだりとかもそんなにできてへんわけ？でもお昼ご飯を一緒に食べたりとか。うん。お昼ご飯一緒に食べたりとか。何話してんの？何話してんの？何の話をしてますか？なんか、うん。こう、理想のプロポーズ。理想のプロポーズ？例えばどんな、理想のプロポーズどんなんな？ケーキを食べて、ケーキを食べてて、家で、家で。家で、二人の記念日にケーキを食べてて、二人の記念日にケーキを食べてる。俺、手作りしたんだ。お、彼氏の方が手作りの。ケーキ、おん。で、美味しいねって食べてて、カリッ。おん。はっ。指輪はーっつって。食べちゃったーみたいな。なんか甘ったるいプロポーズになっちゃったけど、結婚してくれるかなみたいなやつだ。それです、それです。若い女が来たな。これは、若い女だな。理想の告白。理想の告白なんだ。あ、理想の告白は？私、うんいいよいいよいいよ、バンバン来てバンバン来て。なんか制服で。制服？何の？学校の制服？あ、なんか高校時代に、うん、んこんな、告白があったらいいよね、みたいな。ね、彼氏は、うん、彼氏じゃん、彼は自転車を引いてるんです。こうやってね。で、うん、私は普通に歩いてて、うん、で、部活の帰りに、部活の帰り夕暮れをバックに、うん、なんかたわいもない話をしてるんです。うんうんうん、二人は幼馴染なんです。で、カラスミって高いよねみたいな、こんな、まだ、なんか、塩辛くて美味しいよねみたいな話を。大人のやつだもんねー。ねーみたいな話をしてて、私がうっかりはしゃいでしまうんですよ。こんなこと、キャーカラスミーカラスミなって、それを横目で見た彼が、うん、やっぱ好きだな、みたいなことをいや、全然いいです。全然いいです。それをポロッと言って、うん、あまりにポロッと言いすぎて、うん、なんて言ったのみたいな。なんでもねえよ。なんて言ったのなんて言ったの今なんか聞こえなかったよ。今、もしかして、もしかして、みたいな。だから、お前のこと、好きだよ。どうですかどうですかすごいですね。歩く別間。歩く別間ですね。別間がですかどうですかなんか。いや、素敵です、素敵です。ごめんなさい。男性の方に分かっていただけないんですけど。いや、すごい分かりますよ。本当ですか？すごい分かります。本当に？はい、すごい分かります。心がこもってない。いや、僕、そこそこ少女漫画とか読んでたタイプなんで、当時のですけどね。はい。はいはいはい。あ、そう、そんなんやった、そんなんやったと思います。なんか、リアルに欲しいかどうか分かりませんけれども。はい、物語の向こうのものとして、なんかキュンとくるやつがありますね。はい。ちょっと水、ちょっと水。